岩渕選手おめでとうございます。素晴らしいゴールだったです。あのゴールを入れる前の瞬間とか入れた瞬間振り返ってみると知ってもらえますか。まあ、とにかく本当に全員で戦ってて全員の気持ちがゴールに乗ったというか全員の気持ちで押し込んだゴールだったのでとにかく嬉しかったです。結構試合する前まではまあ批判があったんですけどね、日本はゴール入れないとかシュートはそんなにしないけど、その批判した人たちに対してなんか痛いことあるかなと思ってます。まあ初戦の負けをもう一回自分たちで見直すことができて、まあ今日本当に結果っていうものにこだわった中でしっかり勝てたので、もうただそれだけが良かったなと思います。またあの日本のサポートに対するなんか人メッセージがあったら教えてください。本当に一つも簡単な試合がなくて大変ですけど、皆さんの応援力になりますし励みにもなるので、これからも応援よろしくお願いします。